ロス・パンチョスはアメリカのラテン音楽のグループ。ロス・パンチョスメキシコ人のアルフレッド・ヒルとチューチョ・ナバロ、プエルトリコ人のエルナンド・アビレスによって1944年にアメリカ合衆国ニューヨーク州で結成されたラテン音楽の楽団であり、1981年まではトリオ・ロス・パンチョスと名乗っていた。 メキシコをはじめとする中南米諸国のみならず、アメリカ合衆国のスペイン語話者の絶大なる人気を得ている。ただ、グループは存続してもメンバーの交代がある。各ボーカルもギターを演奏する。ちなみに、レキントギターは小型のギターの一種である。1944年から1981年までのトリオロスパンチオス時代、第2ボーカルが中躇なバロ レキントギターがアルフレード・ナバロという体制であった。1944年から1951年、1951年から1952年、ボリビア人のラウル・ショー・モレノが、1951年にトリオロス・パンチョスのメンバーとなり、エルナンド・アビレスに代わり、1952年まで短期間第一ボーカルを担当した。1952年から1956年、 プエルトリ個人のフリオ・ロドリゲスがモレノの後を継ぎ、1952年から1956年まで第一ボーカルを担当する。1956年から1958年、創業メンバーのアビレスがロドリゲスから引き継ぎ、第一ボーカルを担当する。1958年から1966年、プエルトリ個人のジョニー・アルビノが1958年に 1> 第1ボーカルをアビレスから引き継ぐ。1966年から1971年、エンリケ・カセレスが1966年に第1ボーカルをアルビノから引き継ぐ。1971年から1976年、メキシコ人のオビディオ・エルナンデスが1971年にカセレスから第1ボーカルを引き継ぐが1976年に休止する。 1976年から1981年、メキシコ人のラファエル・バスルト・ララが、制御した、エルナンデスの後の第一ボーカルを引き継ぐ。1981年から1993年、レキント・ギター・を奏ーから担当していた、アルフレード・ヒルが1981年に引退し、ロス・パンチョス・ロス・パンチョスに名前を変更。1993年、チューチョ・ナバロが、 第2ボーカルを現役で続けている、最中の1993年に死去する。ラファエル・バスルトララが、ラボス・デロス・パンチョスと名乗り活動する。1959年に初来日をし、その後も日本公演を多数行っている。また、1962年に日本のテレビコマーシャルに初めての外国人タレントとして出演する。また、日本公演のためのオリジナル曲に、 その名は、藤山がある。メキシカンハット日本著、ギターを抱えるというスタイルはホントリオが考え出したものであり、これがこのまま日本における南米人のステレオタイプ的描写となった。ありがとうございます。